カール・マドセンはデンマークの画家、美術師屋である。聖のマッドさんのデンマーク語の発音に近いカタカナ表記はマスンである。コッペンハーゲンで生まれた。両親も画家である。ソーレのソーレアカデミアを卒業した後、1871年にシーヴィニールセンの美術学校に入学した。1872年から1876年に王立美術大学で学んだ。 1860年代頃からデンマークに起こった新しい芸術運動は美術の分野でも詩人で画家のホルガードラクマンが旧来のデンマークの美術界を批判したフランスの新しい画家たちのように古外での創作で光や色彩の変化を表現することや一般の人々の生活を描くために1871年にドラクマンはデンマーク北端の町スケーエンに移り ほぼ同じ時期に窓線もスケーエンを訪れた。王立美術学校の学生だった1874年に学生仲間のミカエルアンカーを誘ってスケーエンを訪れた。スケーエンでは後にアンカーと結婚するアンナ・ブロンディムに絵を教えた。1873年から1874年の作品や1879年から1880年の作品は スケーン派の代表的画家として評価された。窓ンの絵は、フランスの印象派の画家に比べてやや暗く、評価は低下していった。時代の潮流との乖離と、経済的問題もあって、画家としての活動をやめ、美術評論家の道に進み、デンマーク有数の評論家となった。オランダ美術の権威となり、日本美術に関する先駆的な著作を執筆した。 1911年から1925年までコッペンハーゲン国立美術館の館長を務め、1928年から1938年までスケーン美術館の館長を務めた。ありがとうございます。